どうも、六六首のエンタメラボへようこそ。六六首のペチとキメロジとサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。香りが乗っていた赤い暴走車を注文しました。気をつけて。とかっこいいね。というわけでディスティニー第1話終了いたしました。よ、素晴らしく面白かったね。面白い、面白い。シンプルに引き込まれた。うーん、素晴らしいでございます。なんか考察もね、もちろんはかどるけども、やっぱりね、1話ならではのそのラブストーリーの部分、うん、ラブの部分、青春の部分、その辺が詰まってましたね。ね、みんなの大学姿も違和感なく、違和感なく、違和感なくね、ギリギリセーフですね。ギリギリセーフ。やっぱりさすが演者さん、すごいですよ。30半ばですから。いや、そう、うん、半ばどこか40近い人もいたから。いや、そうだよ。がギリギリセーフですから。いや、すごい。相当よ。俺らだってギリギリアウト。いや、絶対そうだよ。そうだよ、絶対そうだよ。でギリギリセーフって時点ですごい。素晴らしい。全然違和感なかったですよ、その辺。ギリギリセーフ。今戻したろ。まあ本当に面白くて、ただね、一つだけ懸念点があって、絶対に離れない手の握り方ね、ケメが懸命に覚えてた。ここだけ僕の懸念点で、ずっとやってた。指を前に指を取るっていうのがね。というところで、まあドラマのね、大きな考察点はやはりね、12年前の香織の事故の真相、そして20年前の奏父の死の真相、やっぱりこの2つっていうのは間違いなくて、でさらにこの真相にはつながりがあるよっていうのもやっぱり濃厚ですね、うん、というとこなので、本日は1話を整理しながらこの最大の考察点2つっていうのを考察していきたいと思います。ぜひとも最後までよろしくお願いいたします。というわけで、そんなデスティニーはテレビ朝日系列で毎週火曜日9時から放送されているドラマになりまして、僕たちの動画その翌日に直後考察動画を上げておりますし、コメント次第では直前考察もやりますので、ぜひともコメントお待ちしております。というところで、まずはですね、20年前の奏父の死の真相についてを中心に考察していきたいと思います。まあね、なんかこっちの事件を考察することで、香織のね、事故の真相もちょっと見えてきそうなので、一旦はこっちを中心にやっていきたいと思います。まず、奏父英介の死は、世間的には自ら命を落としたってことになってるけども、まあやっぱり真相は違うのは間違いなくて、まず、2012年のシーンで、友が英介の記事を見つけたであろうシーンがありましたね。うん、なんかこの時の友は卒論を書いていて、そのテーマがよく見るとわかるんだけども、冤罪を生むメカニズムとはと書いてあるんだよね。まあここからわかることは、その論文を書くために新聞記事を調べていく中で、英介の記事を見つけたってことが予想できるよね。うん、またその後のシーンで、友が香織に、やめなよそんなこと、いいよそこまでしなくてって言ってるんだよね。うん、で、それに対して香織は、友が調べてって言うから調べたんだよみたいな。で、友だって2人が付き合ってるのを知っててまずいと思ったんだよねみたいな会話をしてるんだよね。この会話から考察するに、まず友が見た英介の冤罪絡みの記事に、なんかその黒幕が正樹父孝一郎かもしれないっていうことが書かれてたんじゃないかなと考察ができるね。でそれを香織に相談したところ、香織はさらに調べ始めて、英介を陥れたのは孝一郎、もっと言うと英介を殺したのは孝一郎なのかもしれないってとこまで知ってしまった。なんかこの辺の2人の会話でそこまでは考察できるのかな。まああと軽く触れとくと、冤罪を生むメカニズムっていう記事で英介の記事が出てきたっていうことだから、やっぱり英介の事件っていうのも冤罪がかなり重要になってくるというか、まあ殺されたもしくは死に追いやられたみたいなことなんだろうね。そうだね、そういう関連でまとめられてたってことだもんね。そういうことだね。またね、その後の車の中での香織と正樹のシーンでも、奏とは付き合わない方がいいよって言ってて、で奏の父は殺されたんだよとも言ってたと。まあこの辺りのセリフからも、奏父を死に追いやったのは正樹父っていう事実を知ったからって考察はできるよね。そうだね。やっぱりね、香織のセリフを聞いてると、そういう考察をした方がほとんどのところはつじつまが合うんだよね。そうだね。だからこそ、まあ結ばれるべきではない2人なんだよっていうことだね、っていうふうに言いたかった、うんうん、っていうのは結構間違いなさそうかな。でさらに極めつけは、香織が最後に言った言葉、香織のパパはてんてんてん、うん、まあこれもね、奏のパパは正樹のパパに殺されたんだよって言いかけた。うん、まあこれ以外の考察って結構思い浮かばないとこまでは来ちゃってんのかな。
いやそうなんだよ、他の線がちょっと、うん、なんか突拍子もないことは言えるけども、うん、割とそういったセリフとか読み取ると、うん、そうだね、割とこれしかない気がする、うん、割とまあそこは今の考察の通りで、うん、まあ、あとはね、まさきがどのタイミングでそれを知ってたのかとか、あ、そこだね、うんうん、でそれ知ってて近づいたのかとか、そうそうそう、それはこれからまた考察のポイントになってくるところだね、なんかそこ次第で香りの死の真相とかもなんかちょこちょこ変わってきそうな気がする、うんうん、もう少しその辺は後にしてもいいのかもね、そうだね、うん、まあ、というところがね、この時点で考察できる20年前の奏父の死の真相かなっていう感じで、まあやっぱり相関図とかを見ても奏父英介は検事で、正樹父光一郎は弁護士、まあこの2人がね、因縁があっても全然おかしくない関係性だし、うん、やっぱり検事と弁護士っていうのは切っても切り離せないような関係性だからね、うんうん、まあその中で、まあ、ちょこちょこ映ってたその汚職事件とか、うん、警察のでっち上げとか、まあ、その辺が絡んでいって事件が発展して英介が亡くなることになってしまった、うんうん、まあそうちょっとね、第1話だからざっくりした感じだけども、うん、まあ20年前の真相としてはこういう方向なのかなって気はするかな、うんうんうん、結構英介はさ、正義感が強いっていうねこと書いてあるから、はい、うん、でもなんか光一郎は結構いろんなとこにね、うん、顔広くて、はいはいはい、割と悪いこともやってそうだから、うん、割とその英介が正義感で何でも何でも真面目にやってるっていうのが割と目障りというか、うん、それで自分がうまい道吸えなくなるから英介を消したかったとか、うんうん、そういうとこはあるかもしれない、ね、うんうん、そうだね、うん、まあちょっと今んとこね、確かに光一郎はなんか汚い一面っていうのもありそうな感じがするから、野心家とかもね書いてあるからね、うん、でまたね、その子供同士が禁断の恋をしてしまう展開っていうのも、うん、まあ、このデスティニーっていうそのタイトル、うん、運命っていうタイトルにも当てはまってるから、そうか、うん、やっぱり父親同士はまあ仲いい関係ではなかったというか、そう、うん、だって1話の副題が許されない初恋でしたっけ、そうだねもう憎き相手の息子と、もう簡単に言うとそういうことだね、うん、息子娘じゃあ許せないよと、いや、まあ そ, うだね、そういうことだね、恋愛する場合じゃないんだ、うん、そうなんだよね、まあそれでもこの2人は結ばれるんだよみたいな展開になってほしいけど ね、 そうね、まあ、愛が上回る、そう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 、うん、ただそのぐらい試練はあるよみたいなのは第1話でなんとなく伝わってきたかなって感じがするね、うん、でも姉妹説とか、 なんか兄弟説とかもささやかれてましたけども、だからこれが難しいね、お母さんが突然いなくなったって、そう、まさきのお母さん、そう、うん、そこら辺の設定がどう、そう、その辺もね、もしかしたらなんか検事と弁護士っていうよりは本当になんか恋愛絡みで、うん、親もね、親がちょっといざこざあったらまた辛いけどね、辛いし、うん、でもう追っ始めてはいるからさ、なんかそう、どうなのかなって思うけど、言葉がどうして、まさきと奏でが、まあ、すごい言葉だったね、だから何、え、だからそれで実はってなると結構えぐくない、ちょっとまあなし、うん、まあそうだよな、さすがに、うん、まあちょっとまだ分かんないとこは多いけど、まあまあまあ、まあ、概要で言うとこんな感じかなっていう感じです、うん、はい、では最後に、まあ、10年前の香織の事故の真相っていうのもちょっと語っていきたいんだけども、まあこれもね、どうやらただの事故ではなさそうだよと、うん、で2話の予告でも香織の死は事故なのかはてなと書いてあったからね、まあこの辺考察していきたいんだけども、まあ1話でもね、香織の葬儀に来た正樹が奏に、ごめん俺が香織を…と言ってて、はい、でまあ口の動きっていうのはね、映像で映ってたわけで、まああれはほぼ間違いなく殺したとは言ってるよね、うん、うん、まあこれがね、パッとできる考察としては、実質的に殺したんだよとか、うん、まあ精神的に追い込んだんだよっていう意味には聞こえる、は聞こえるよね、自分が原因になってしまった、うん、そう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 、っていうのもね、もし本当に正樹が香織を殺したんだとすると、まああのすごいスピードの車の状態からどうやったのかっていうのは結構疑問は残るよね、そうだね、うん、だから無理やり正樹がハンドルを切ったとかね、そうそう、切ったとかね、うん、そのぐらいしか考えられない、なんかあそこで一回止まって実は殺してて事故に見せかけたとか、なんかそんなような考察はちょっと今のところ難しい気はするんだよね、まあそうだね、結局死亡、うん、解剖されたんだよね、あ、そうそうそう、で事件性はないとなったからね、そう、まあ唯一疑問が残る点としては、香織は即死だった、ただ、うん、正樹は事情聴取が受けれるほどの軽傷だった、うん、うん、車の事故にしてなんでその差があるのっていうね、 うん、その辺はちょっと謎だし、うん、まあ、あとは描写が全く描かれなかった、そうね、瞬間のね、そうそうそう、っていうとこがあるから、まあ一個言えるのは、怪しいのは正樹しかいないというか、そうなんだよね、そう、正樹以外はあそこにはいなかったわけだから、あの後に実は誰かがいました、誰かが殺してましたとか、そういう可能性はないから、うん、容疑者として上がるのは正樹一択なんだよね、
まあね、うん、あとは誰かが車に細工してたとかも、まあ、なきにしもあらずだけど、まあ、だいぶむずいけど、そうでも一回止まれてはいたから、そう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 、スピード出したあとで、そこもちょっと考えづらいからね、うんうんうん、だからやっぱ、まあ、可能性で言うと、まさきが容疑者一択で、そのまさきが実質的な意味であれを言ったのか、直接的なことで言ったのか、うん、まあ、その辺はちょっと2話を見てっていう感じかな。そうね、うん、直接的だったらだいぶ救えないんじゃないですか、うん、いやそうだよねちゃんとね、うん、悪いやつ、うん、だからね、恋心持たせてしまって思わせるような態度してし、ま、させてしまったとか、そういうところで、うんうん、殺したのは自分っていう、うん、そうだよね、ことなのかな、うん、だから間接的に追い込んだのは自分だよっていう意味だよね。うん、あとね、俺ちょっと思ったのは、まあ今のと近いんだけども、なんか最後の俺の言葉で香織を殺してしまったとか、なんかやめろって言った後に実は何か言ってて、まあ、その言葉が決め手で崖から落ちることを決めちゃったとか、なんかそういう意味で言った、まあ、例えばどんな運命でも俺は奏と一緒にいるとか、香織は好きなわけだからね、まさきのこと、だから全部俺は知ってるけども、やっぱり奏が好きなんだとか、愛してるとか、そういう言葉を聞いて自ら命を落とすことを決めちゃったとか、なんかそういう意味で自分が殺したって言ってる、とかはまああんのかな。そうね、うん、それがなんかめっちゃ放心状態になっちゃった、なっちゃったとかね、みたいな、ね、そう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 、うん、なんかやっぱりそっち系なのかな、うん、まあ思い悩ませて当然ぐらいのねムーバーしてたからしょうがない。いやほんとよ、触りすぎよ、うん、頭ポンポンしたいな、ね、頭肩、頭肩じゃないの、あれ2、3分やってたよ、そう、そう、あれ何してんの、あれイチャイチャしすぎ、うん、そう、ちょっとやりすぎだよ、ね、はい、はい、ということで、まあ今日分かる段階で言うとこんな考察かなっていう感じですね。そうね、まあ、さっき言ったけども、確かにまさきがどこまで知ってたのかとか、うん、知ってる状態で奏に近づいたのかとか、まあ、その辺を考察しだすとね、結構止まらなくなるから、まあ、9話10話あるので、まあ、徐々にその辺はやっていきたいね。そうね、という感じでですね、直前考察もね、まあ、予定してますので、はい、まあ、どんな考察、うん、コメントでもいいのでね、ぜひお待ちしております。謎多いですからね、謎多いよ、そう、まだまだ今触れてないとこありますから、そうなんですよね、うん、父親の事件のなんかもっと詳細とかも僕は知りたい、あーそうね、あの、今ちょっと触りの部分、うん、小一郎が関係してたぐらいまで止めといたから、うん、もっとね詳細の部分もぜひ考察できる人はやってみてください。はい、そして僕らはね、他にもサブチャンネルや個人チャンネルとかも行ってるので、まあこの動画を見て、あの僕らに興味が湧いた方はそっちも一緒に楽しんで、1週間丸々ね楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。以上ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいなと思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後に決めろで、カオルが言っていたカナデのパパは点点点、その後に続く超意外な言葉は何？ MBTI のタイプが ISFJ なんだよ。もう調べるぐらいなら言わないでください、ごめんなさい。なんだ最後にそんなこと言って。ごめんなさい。あ、なんか見て